ですね、コメント今回の場所もねコメントでいただいたけど、うん、そういう場所の紹介だったり普通に雑談みたいな会話でもね、うん、ちゃんと励ましになってるし、気になったこともあったら言ってください。何でも直すし質問に答えますし、うん、そうだね、質問コーナーもやらなきゃね、うん、やりますから。質問コーナーはもう質問コーナー作りませんから、質問あったら来てください、それすら答えていきます。そやそや、やらないんですか質問コーナーは。質問コーナーいっぱい貯められても困るもんね、うん、もうでもね僕もまあまあこれでね今の仕事やりながら占いも始めようかななんて思ったりもしてるもんで、どこその誰かみたいにな有名な占い師と対決してくれとかわけわからんご注文も来てますはい、出演料出ないんだよな、出演料出ないけどなんか向こうも霊感を使った占い師だとか言って来て、そして僕を連れてってその人が 本物か本物じゃないかを調べてほしいなんていう依頼も来てます。ある種営業妨害だよその人に質問だったら営業妨害、甚だしいよ、甚だしいよな、もし本当にいやもうね、こういうの霊感商法か、うんうんうん、でインチ濃いじゃん、もうまあ見えないからこそね、その言いたい放題っちゃ言いたい放題だから、そうだからブレスレット作ってくださいって言ってそれがうまくいかんかったら申し訳ねえと思うじゃん俺。おお、うん、でも当たっとる、成功した人は結構いるんですよ本当に嘘じゃないんですよ、うん、ワンチャンこうカットするんだけど、ブレスレットやって失敗した人いるんですか。ブレスレットで失敗したのは俺の中では2人。俺の知らない人、知ってる人、知ってる、知ってる人悲しいかな、悲しいかな、うん、もう一人の人は、うん、信じてないからつけたり外したりしてた。ああ、うん、あなたつけできる限りつけっぱにしとけとか言うものね。そういう絶対どこに 家から離れ家にいても寝るとき以外は外しなさいって言う。寝るときだけ外しなさい、うん、寝るときだけ外しなさい引きちぎっちゃうから手で。おお。そういうのは言います。え、お風呂入ってる時もつけてる？いや、外しなさい。お風呂と寝る時だけは外して、あとはもう。へえ。で、その夢が叶った時には右手に変えてくださいねっていう。仕事中とかどうする？仕事中、学校中は。学校でもはめとる人おるやん。いいのか？まあ別にでも、うん、別に学校行ってるおしゃれでもいいじゃん。それだったらカバンか胸ポケットに入れてくださいっていうな。へえ。うん。高校生の子は大体胸ポケに入れる。おお、うん。なるほど。仕事の人は？仕事の人は別にいいやん。つけとる人はいっぱいおるやん。飲食店とかそういうわけにいかなくない？あ？飲食店とかそういうわけにいかなくない？飲食店はよくねえわな飲食店の人とかそういう時は必ず身につけられるものの中に入れてくださいっていう。ああ、例えばエプロンつけてそのポケを中に入れとくとか、そういうこと。袋に入れてポケットに入れてくとか、常に自分のそばにいてくれるっていう、うん、そういうのは言いますよ、うん、それは1個6000円も出してなあ叶いませんでしたって言うと、うん、俺も結構へこむもん俺別にその人が申し訳なくね、俺のその能力が使われてないのがすげえへこむ。ああ、俺自身のプライドがすごいへこむ、うん、まあ今みたいにさ、ほんと何でも言うよ、ペンキ屋さんなんか今でも最近電話したんやけどさ、はい、もう忙しくて忙しくて、ほんと
かっちゃんのおかげですよかっちゃんと出くわしてなかったら今の俺はいないって言われたこれ。おお、うん。仕事がないなら来てくださいって言われた。行けば遠いどこどこだっけ、遠いなやくない、それは遠いな、うん、そう言って言われた、うん、え、もし通ったら時間どんなもん、1時間、2時間2時間ぐらいかかるなやだ今の4時半起きるよりは早いんじゃない、やだ、あれ帰る遅いのや、あご飯作らんなもん娘のそれで結構ね、本当、うん、あなたの知ってる女の人もずっとブレスレットして、はい、今やっとああ叶ったんですよ。長かったですね。長かった。占いの効果って別にそんなすぐ出るものじゃないのもあるだろうけど。でも長かったね。その子曰くは、はい、30のほんの手前で、うん、いい人が見つかるよって。かっちゃんが言ってた通り、30手前で結婚相手が見つかったっていうので、おお、これ前にも言ってたんや、あの当時も遅いっつって結婚が、ああそうっすね、ラーメン屋の時も30近くなるんじゃねえかっつって、うん、25か6でいい人は見つかったけど結局別れて、多分結婚は30そうだねって俺たちが言ったはずやんうんうん、言ってた言ってた、で今最近やっとそれが本当に見つかりましたって、まあだから数年前の未来を当てとるわけでもあの子に関しては本当にん、あの長かった俺相談、やっとこれで終わるかなと思うもん、早いうちか遅くなるかを二択だなって思った、20代の結婚ないなって思ったあの子、俺全然もう30手前で結構いい人が見つかって結婚するって言い切ったのが当たった、そうかっちゃんの言う通り当たってた何も俺くれへんけどな結婚式来てくださいっていう招待受けたじゃないですか、なんで金払わんのじゃ来たくねえわこれ動画で使っていいのこれ動画で使っていいぞで解放されました。長い相談無料、長いもう何年？何年？ガチ10年ぐらいのスパンか。そうだな。もちろんそのうまくいってて連絡なかった時期もあるけど。そう。ざっとそれで2年削ったとしても8年か。長い。長いな。長い無料だったな。ただ働きやったな俺。やっとこれで解放されるわ俺。どうします？直前で別れたりしたら。結婚直前か、これね、俺も僕も正直占ってあげたのよ、はい、うん、あったんですよ、いや娘とはね、ああ女とはね、うん、そっから通せれるよ、その子からその彼氏は、ああはい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 、うん、そんなのは朝飯前よ、うん、だからこうこうこういうふうなこんなふうな感じの人って言ったら「そうです」めちゃくちゃ当たってます「ヒー」とか言って、ああ、うん、変わったらねあの子の言い回しは、そう、なんでわかるんですかって、えなんでわかるんですかお前はバカか10年間を一緒にいてまだわかるのかバカかっていうよ、なんでわかるんですかって言うけど、わからなかったらむしろそこに来てないよね。いや、わからなかったら占いやらんやろやっぱなんか、どっか抜けとんな、うん、でも30手前で見つかるってあの当初言われて、そんなもん私はもっと早く結婚すると思っとったもんって言って、絶対占い外れると思っとったって言われたんな、おー俺当たる気満々だったもん外れる気がしなかったもん俺。あの子的にはなんぼで結婚する気やったんやろうな。26で結婚したかったって言ってた。
私ないな彼氏見つかったで26歳で結婚できますよって言ったら無理ですって言ったもん。あと3ヶ月後には喧嘩して別れますから心配しなくていいよって言ってた。親切なんだけど言葉が解けないよ。本当3ヶ月ちょっとぐらいに分かりました、どうしたらいいんですか。知りません。次の人を見つけましょう。顔は可愛いんやけどな、性格がすげえブスやとシャネはな。10年間言い続けたセリフやな。もう俺もう言い飽きたもん俺。何千回と言ってるもん。治す気もない子やね。まだ結局治ってないんですかそれ自体は。治ってねえな。あらまあ、だから俺結婚しても、うん、俺は離婚するんじゃねえかということは言ったきちんと。あだから同棲しなさいって言った。あなたが勧めたのそもそもそれは。いや同棲したいと思うんですけどどうしたらいいですかって来たから。ああ、いきなり結婚よりかはマシじゃないのっつって。わかるから。俺は多分あの女の子に対してあの男の子の性格だと多分喧嘩が多いんじゃねえかなとは思ってる俺は。いや特にこっちの女の子も意外と頑固じゃん。うん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 。曲げんやん。やろ。で天然が入ってるのそこに。うんうん、最強やんもん。そうね、防御力は高いね。だからね、占いして結構ね、占い本当占い言われて信じる人と信じない人っているんですよ。うん、視聴者の皆さんは信じてくれてますか、かっちゃんの霊感占い。まあそれはだって見てないもん。占いをしとるっていうのは。ああまあね。うん。メイクは見とるで分かってるかもしれんし、で今回 の女の子だってあ29あ30手前で結構あそれはもう当たっとるわけやん、うん、それはもう引いとるから分かるわけやん。うんうんうん。そう、視聴者さんはまだ付き合って4年だもん。4年とか1年とか占いやっとるとか見たことないし、うん、でかといって占いやってますからっつって、YouTube のじいちゃんはんを売ってるってことはしてないです。そっちの線に伸ばす気はない。いやだってそのコメントでなんか質問来られるのも嫌だじゃん。コメントっていうかあれじゃない、だってどっかの視聴者さんもコメントで占いはしませんって書いてあるやつおったね。へえ、うん、絶対金取るぞっていう人あったじゃん、話と。まあまあそれが誰にしても、うん、その、うん、分かってる分かってる分かってるから大丈夫だ。誰にしてもそのまあコメントで無料でやってたらねキリないからね。うん、本気で困ってる人限定でしょ。本当に困ってる人だったら別に。だけど自分も仕事し、それで仕事を休まなくちゃいけないんや、たまに。そうなると収入ゼロになっちゃうじゃん。うん。やろう。かといって土日行きましょうって言ったって結局向こうから来てくれるわけじゃないや。お客さんなのに。あなたのお客さんは来ない人の方が多いのですか。来てくださいって言われる。面白いな。なんで俺が行かんなんのやろと思う。かといって俺の方に来てもらっても困るしさ、むしろ 家知られると困るじゃん逆に。そうだね。だろう。予定お構いなく来られるんだろうね。そうなった。そうすると並ばられると嫌だ、近所迷惑になるやん。うんうんうん。でそれはまあそれはで、ね、抑えてる。うん、でこの車でやろうかなと思ってないけど、どう思う？こういう駐車場に停めて。占いって書いて椅子に座って俺が待ってる。蚊取り線香炊きながら。どうかな。いいよ、本当にそれやり始めたんだったらツイッターとかで募集かけますわ。いらん。通りすがりのお姉さんを人を見る。うん。ツイッターで見て来られるのはいらん。
ああいうのは何気なく入ったのが縁なんや。まあ確かに。そう、本当に困っとる人が入ってくるんやね。困ってない人が来られたらどうしようもない。遊び半分で来られるの嫌だから。だろ。なるほどね。うん、ああいうの通りすがりで、あ、こんなところに占いがあるんだ、占ってもらおうって思う。ということなんですよ。と、はい、いうことで皆さん、まあ雑談になっちゃったけど、まあまあコロナもまあ収まってないけど、まあ僕もまあ本当に占いも本格的にちょっとお店風っていうかやってみようかななんて思ってもいるんですけど。うん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 。